今回は疲れが取れない方にとっては必見ですよ。疲れが取れない方っていうのはもう必ずと言っていいほど運動不足です。そして寝るが寝るまで食べている人は疲れが取れないです。私たちは何かしら体が疲れたりとか老けて見られるとか腰や肩やどこかこうあっちこっちが痛いとかいう時には原因があって結果なんです。その原因を治したりすれば結果はいい結果になるというだけのことなんです。病院に行って薬を飲んで治療する前に自分で治せる方法をちょっと伝えたいと思います。まず疲れが取れない方、歩いてみてください。毎日歩くこと、運動すること、水泳でも何でもいいです。そうすると疲れは違います。次が日光に当たること。日光はセロトニンという成分がありますので、疲れとか、それから夜ぐっすり眠れるとか、一日こう幸せ気分になれるというのがセロトニンなんで、それをたくさん浴びることです。そして寝るが寝るまで食べている方、本当に若くなりたいとか体力良くなりたいとか自分の願望が望みが高ければ高いほど疲れ知らずで生き生きと仕事を成功させて、なんか希望が多ければ多いほど寝るが寝るまで食べてたら不可能に近いです。寝るが寝るまで食べてたら何も達成できないです。まずは寝るが寝るまで食べるという習慣から自分を強くこうやめてみるという勇気を持ってみてください。食生活を変える、ダラ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 こう寝るが寝るまで食べるということをやめただけでも疲れ方は全然違います。この疲れ方が違うとですね、頭で考えたりアイデアだったりいろいろな仕事のやることなすことがうまくいくようになっていきます。全ていい方に行きます。疲れからですね、考え方が凝り固まっていい方に考えれない悪循環の繰り返しになって余計に疲れが溜まってくるんですね。だから疲れ知らずで行こうと思ったら歩いて運動して、そして寝るが寝るまで食べるんじゃなくて食生活を気をつけて、主食に健康あり仕事成功ありと言われてますので、ぜひ食生活を見直してみてください。そして日光に当たっていろんな人と会って会話をして笑顔の自分を見ていく、作っていく、それが一番の近道です。疲れっていうのは意外とですね、マイナス思考になった時から疲れが出てきますので、自分の考えていることが、あ、なんかもうプラスに考えれない、なんか不安しかない、今日しかない、なんでこうなったかなと思う時には見直すことから始めていくと疲れない体が出来上がっていきます。私たちってですね、みんな自分の考えていることに体が反応しますので、疲れたって感じるということは、今見直しなさいよっていう教えなんですよ。ありがたいでしょ。それに気づいていかれる人はもうこれから健康まっしぐらということですから、自信を持って自分でできるところからやってみられてくださいね。またねー。